第3問、この映画のタイトルをお答えください。1990年に公開、観客動員約350万人を記録しました。加瀬大衆さんデビュー作でもあります。暑かったけどよ、短かったよな夏。湘南なんて誰も言わないの、この辺りじゃ。ここは稲村、稲村ヶ崎といった心に残るセリフがあります。主題歌は真夏の果実、挿入歌は忘れられたビッグウェーブ、希望の轍など名曲があります。今年2021年6月25日に初めてブルーレイ DVD で発売されるこの映画のタイトルを教えてください。問題。あら、ならない。はい、問題。はい、ショッピング、あり、ショッピーン。どれ？正解、稲村ジェーン。グッギャー。グッギャー。